17日と18日の2日間、八戸町中広場町庭で、勝手に八戸たらばた夏祭りと題したイベントが開かれ、ステージでダンスなどが披露されました。このイベントは、新型コロナウイルスの影響で八戸たらばた祭りが中止となったことを受け、中心街活性化を目的に市が実施する町庭イベント支援事業を、レストランバーフラットが利用して開いたものです。会場には飲食店や雑貨店などが並んだほか、バンド演奏やダンスショーなど様々なステージイベントが行われました。ダンススクールアオレバの代表を務める天野佳子さんは、タヒチアンダンスを披露。ドラムのビートとミュージックに合わせたエネルギッシュな踊りが魅力です。ベリーダンススクールビテラスの主催、ミッコさんは、世界最古の踊りと言われるベリーダンスを披露。きらびやかな衣装と、細かい腰の動きが特徴です。この日、2人は初めてコラボダンスを披露し、会場に訪れた人たちはその素晴らしさに盛大な拍手を送っていました。今回タヒチアンダンスとベリーダンス初めてコラボされたということで、実際にやってみていかがでしょうか。はい。はい、ですね、今回天野先生とは八駅キャンパスというカルチャースクール の講師ということで、仲良くなりまして、まあ、それがきっかけでコラボすることになったんですけど、すごく楽しかったですね。で、振り付けを2人で会って考えたんですけれども、息ぴったりで思いのほか早く決まりまして、全然違うジャンルだし地域も違う踊りなんですけど、こうお互いリスペクトし合えたことがとても貴重な体験で嬉しかったです。それぞれのダンスの特徴とか醍醐味っていうのはどういったところにあるんですか。そうですね、まずベリーダンスは衣装ですね、こういうキラキラした衣装がまず特徴です。であとは、動きがこう体の部分部分、胸ですとか腰ですとか部分部分で動かしていって、音に合わせて、音ハメをしていくという特徴があります。はい、タヒチアンダンスは自然由来の衣装を作ることが多いです。今日の衣装もこれ本物のドライフルーツと本物のお花を八戸市内のお店で買いまして作りました。あとは体幹を鍛えるとかはもちろんなんですが、メンタル的にとてもエネルギッシュなパワーをもらえるダンスですので、こう仕事の疲れが飛んだりですとか、元気いっぱいエネルギーをもらえるダンスだと思っています。では、今後の活動とかイベント出演が予定ありましたら教えていただけますか。はい、ベリーダンススクールビテラスは、八駅キャンパスの、ですね、毎週金曜日19時から、レッスンを行っているんですけれども、9月から新しく基礎入門クラスというのもできますので、できましたらインスタグラムの方で告知などしておりますので、ご覧いただければと思います。
はい、タヒチアンダンススクールアオレバは、八駅キャンバスさんをはじめ市内3カ所でレッスンしております。あと他には他の市町村から呼ばれまして出張レッスンも行っております。詳しくはホームページありますのでこちらの方もしくはキャンバスさんのホームページご覧になってお気軽にお問い合わせいただきたいなと思います。2人は9月11日に下田公園で開かれる奥入瀬グリーンステージでもダンスを披露する予定だということです。